ちは、春前おサッカー講座です。今回はスピードに乗った時に使えるドリブルの技を3つ紹介していきたいと思います。それでは動画の方へどうぞ。まず1つ目は入れ替えです。この技は清和学園の人はみんな使ってると思います。やり方、左右の足の裏を使ってボールの位置と体の向きを入れ替える技です。ポイント1、入れ替えをやることで相手、自分、ボールの順番になるので体を入れながらドリブルできます。ポイント2、相手の足が出てくるギリギリでやると相手と位置が入れ替わりやすいです。ポイント3、インサイドを寝かせてインサイドからボールを始めると長く触れるようになるのでそのようにやってください。ポイント4、ボールを横ではなく少し後ろに動かすと相手の足が届かなくなります。連続でやれるようになるといつでもできるようになるのでできるようにしてください。2つ目はシザースワンビートです。やり方はシザースをしてその足が地面についたタイミングでワンビートをします。ポイント1、シザースで相手の足を出させてワンビートでその外から抜くイメージでやってください。シザースをすると相手が足を出してくるのでその奥からワンビートでタイミングを外して抜くことを意識してください。ポイント2、相手と距離が近すぎると相手の足に引っかかってしまうので気をつけてください。ポイント3、ロールをしてからやると相手がシザースにより食いつきます。3つ目は入れ替えフェイクです。決まるとかっこいいのでぜひやってみてください。やり方は最初のタッチは1の入れ替えと同じで次のタッチを前ではなく逆足の方に出してください。ポイント1、入れ替えがバレ始めた時に使うととても効果的です。ポイント2、最初のタッチをした後に体の向きを行かない方向に開くと相手がそちらに行くので空いてるスペースにドリブルをしやすくなります。ポイント3、体の後ろでやることで相手がボールを見失いやすくなります。ポイント4、入れ替えと同じようにインサイドを寝かせてインサイドからロールをするイメージでやってください。以上でスピードに乗った時に使えるドリブルの技3選の紹介を終わりたいと思います。どの技も敵との距離感がとても大事になってくるので練習してできるようになってください。この動画が少しでも役に立ったなと思う方がいたら高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは次の動画でまた会いましょう。このチャンネルではリフティングやドリブルの基礎的な練習方法やコツを分かりやすく発信していきますので高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。